はい、皆さんこんばんは、M ウェブコムワンです。今日はですね、スマートフォンの話になっちゃうんですけども、皆さんはですね、ソフトバンクの回線使いながらネットとかね、Wi-Fi、いろいろあると思うんですけども、今回僕がね、iPhone にした理由をね、ちょっと語ってみたいと思います。なんで iPhone にしたかと言いますとですね、もともと Apple が好きなので、iPhone。最初に、初めて買ったのが、もうね、4S ね、買ったんですけども、まだね、よいしょ、小瓶かぶっちゃうと思うんですけど、4S、これ 4S なんですけども、まだね、4S の人まだいるのかね。僕ね、なんでこれから5に買い替えたかと言いますとですね、これ白持ってるんですけども、これ黒ですね。なんで買い替えたかと言いますとですね、ちょっとね、重かったっていうことと、いろいろ電波ちゃんとね、圏外になったるっていうのもあったんで、買い替えたら改善したと。なんかよくわかんないよね、ほんとね。なので、そういうこともあって、皆さんがね、まだ 4S 持っていて、機種変更を考えている方、ね、ぜひね、iPhone 5か 5C とか 5S とかね、におすすめします。僕はね、まだ5買い替えたばっかりなんで、あと2年我慢しようかなっていう。本当にね、僕のね、心が本当に響いたら、分割全部払って、買えますっていうかもしれないですけど、今んとこはね、これ買うときに、まだ 4S の時代のときに、この動画はね、なんで iPhone にしたかっていう動画なんですけど、これでいいかなっていう、これでいいかっていう感じでね、思ってたんですよ。ちょっとね、暗くなっちゃうのがね、ちょっとね、弱点なのかなって。そこはね、ご了承お願いします。はい、なんで iPhone 4S からこれにしたかと言いますとですね、画質をね、カメラに期待して機種変更したんですけども、5S、5C 出るんじゃないかってことして、出てましたよ。もうね、来年とかね、この1年で結構ね、新機種出てますよね。これもう古いのかな、わかんないです。まだ新しい。まだね、今年買い替えたばっかりなんですけども、皆さんはね、まだ 4S なのか、5か 5S なのか、聞きたいので、聞きたいっていうか、おすすめのね、動画になっちゃうんですけども、どうですかねっていうか、皆さんはね、iPhone、ね、使ってると思うんですけど、僕のおすすめですよ。これね、これも。これ見るとちょっと小さくなっちゃうんですけども、こっちの方がいいよね、やっぱね。これね、フィルム貼って、こっちは何も裸の状態なんですけども、なんでね、iPhone いいかと言いますと、アプリがね、結構いっぱい出てるんです、Android より。Android 別に悪くはないですよ。でも重くなったりね、多いんですよ。iPhone はそうでもないんですよ。そこはね、いいっていうのね、あるんですけど。なので、僕のおすすめと、ちょこっと、どうですかねって質問系になっちゃったんですけど、なんかあればね、コメント、ご意見、お待ちしております。ではね、この辺で失礼します。